GNU Lessar General Public License.GNU Lessar General Public License. 以前は GNU Library General Public License だった。または GNU LGPL。単に LGPL はフリーソフトウェア財団フリーソフトウェアフウンデーション以下 FSF と略称が公開しているコピーレフト型のフリーソフトウェアライセンスである。 はったまさによる日本語訳では GNU 列島一般公衆利用許諾書と呼称している。以前の名前からわかる通り、これは他のプログラムにリンクされることを前提としたライブラリーのためのライセンスとして作成された。当ライセンスは強いコピーレフト、ストロングコピーレフトを持つライセンスである GNU ゼネラルパブリックライセンスすなわち、 GPL と BSD ライセンス MIT ライセンスのようなパーミッシブライセンとの妥協の産物として設計されている。LGPL が最初にその略称を示していた GNU ライブラリーゼネラルパブリックライセンスは1991年に公開され GPLV2 との対等性を表すため同じバージョン2が付されこととなった。後に小規模な改定により バージョン2.1という小数点リリース、ポイントリリースとなり、1999年に公開されたが、同時に、ライブラリーにこのライセンスを利用すると限るべきでは、いという FSF の立ち位置を反映させるため、GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスと解明された。LGPLV3 は2007年に公開された。これは、GPLV3 と完全な互換性があり、 GPLv3 にいくつか追加的許諾条項アディショナルパーミ s ションス GPLv3 第7項で許されているを加えた相互的形式を採用している。よって以前のバージョンよりも条文はかなり簡略化されており GNU GPLv3 への参照が条文に頻繁に現れる。しかしこれは GPL リンク例外を採用しているその他ソフトウェアよりも 若干要件は多い。次のセクション GPL との違いを参照。LGPL は LGPL に従う限り、プログラム自身にコピーレフトの保護、立ち位置が異なるものからは制限とも言われるがを与えるが、単に LGPL で保護されたプログラムとリンクする他のソフトウェアへこれら制限を適用することはない。しかしながら当該ソフトウェアへ影響を与える。 ある種のその他の制限は存在する。LGPL は主にソフトウェアライブラリーに採用されるが、スタンドアローンなアプリケーションにも採用されるいくつかの例が存在し、最も有名な例は、モジラと OPENOFFICE.ORG である。GPL と LGPL の主な相違点は、後者がフリーソフトウェアか、プロプライエタリソフトウェアかどうかにかかわらず、 非、LGPL なプログラムにリンクされうる。ライブラリーの場合は、そのようなログラムによって利用されうるというものである。この非、LGPL プログラムは、それが二次的著作物、ではない場合、任意の条項のもと反ディストリビューションを配布してもよい。二次的著作物である場合は、LGPLV2.1 第6節、または、LGPLV3 第4項の条項により、 顧客、カスタマー自身の利用のための改変並びに、そのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許諾する必要がある。これは GPL のように常に二次的著作物を同一の許諾条項に置くライセンスとは異なり、常に同一の許諾条件に置くとは限らないことを示している。LGPL なプログラムを利用する著作物が二次的著作物か否かは法的な。 問題である。ライブラリーに動的リンク、すなわち共有ライブラリーやダイナミックリンクライブラリーなどによるリンクする単体実行ファイルは法的に二次的著作物ではないと解釈される可能性がある。その場合、ライブラリーにリンクするプログラムは LGPLV2.1 における第5パラグラフ、セクション5第5節 または同等の内容の LGPLV3 第4項、セクション4に定義されているライブラリーを利用する著作物に該当する。次の文は LGPLV2.1 第5節の第1段落にある条文の引用である。LGPL の一つの特徴は LGPLV2.1 では第3節、LGPLV3 では 第2項の条項によりソフトウェアの LGPL で保護された任意の部分を GPL で保護することも可能にさせる。この特徴により GPL で保護されたライブラリーやアプリケーションにおいて LGPL で保護されたコードを直接再利用することや、またプロプライエタリなソフトウェア製品に利用されないようするコードのバージョンを作成したいと考える場合、有益となる。 以前の名前が GNU ライブラリーゼネラルパブリックライセンス、だったこともあり、FSF は、ライブラリーは LGPL を採用することを望んでいるという印象を受ける人は多かった。1999年2月、リチャード・ストールマンは、ホワイユー・シュトン、T.Use the Lesser GPL for your next library。なぜ次のライブラリーには、列島 GPL を利用するべきでないのかという評論を執筆。この中でなぜこのことが当てはまらないケースがあるのかということと LGPL をライブラリーに適用することは必ずしも適切とは限らないことを説明した。このことは LGPL がなのではなく単に LGPL をすべてのライブラリーに適用するべきではないと述べており、例えば GNUC ライブラリーは LGPL を利用するべきライブラリーの一例として引き合い出されるが、LGPL である理由は、標準 C ライブラリーなどをはじめとするライブラリーの実装がすでにいくつか存在し、プロプライエータリーソフトウェアからなる著作物が GPL なライブラリーを飛び越えて、競合する BSD ライセンスなどのパーミッシブライセンスにより、許諾されるライブラリーとリンクする可能性が単に存在するからである。 ストールマンは続けて次のことを主張している。事実、ストールマンと FSF は時折利用者の自由を拡大するため戦略的事項として意外なことだが LGPL より制限の少ないライセンスの利用を強く主張している。有名な例はボービス音声コーデックプロジェクトのライブラリーに BSD 形式のライセンスを採用したことをストールマンが指示したというケースである。 本ライセンスの条文は C 言語やその禁煙言語により作成されたアプリケーションを主に意図している用語の使われ方が見られる。フランツインクはディスプのコンテキストにおいて用語を明確化するため、当ライセンスに同社が独自に作成した全文、プリアンブルを加えた形で公開した。この独自の全文が復帰された LGPL は時折 LLGPL と呼ばれる。 加えて別の事例として ADA はジェネリクスという特別な性質を持つ言語であり、このことに対応するため GPL の改変版ライセンス MGPL が作成されている。LGPL で保護されたソフトウェアが非 LGPL コードにより継承する場合、オブジェクト指向クラスの適合性について若干の懸念が弱気している。明確な説明が GNU の公式ウェブサイト上に与えられている。参考訳以上をまとめると、おおむね次の内容になる。LGPL は次のことを保証する。この内容は GPL でも保証されている権利の一部である。このことから GPL よりも弱いコピーレフト性を持つ。LGPL で反布されたライブラリー A について、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。